ゆっくりしていってね。ゆっくり霊夢だ。黒森峰に入学決まったよ。ゆっくり魔理沙だぜ。黒森峰に入学決まったの？ああ、これで魔法と同じ戦車に乗れる。同じ戦車は無理じゃないかな。これには魔法もにっこり。全然にっこりしてないよ。魔法はテレ屋さんだから大丈夫。ってことで黒森峰に行ってくる。どういうこと？今日のテーマはこちら。あ、黒森峰に入学しに行ったんじゃなかったの？逮捕されそうになった。どういうこと？どうやら私は夢を見ていたようだ。さあ魔法の魅力を伝えられるようにするよ。最初は魔法の名言シーンから行くね。黒森峰ってどこにあるの？西住真帆選手にインタビューしてみました。戦車道の勝利の秘訣とは何ですか？諦めないこと、そしてどんな状況でも逃げ出さないことですね。いい言葉だね。諦めたらそこで試合終了だからな。今、安西先生いなかった？いるわけないだろ。このインタビューは美穂に向けたメッセージでもあるのかな？そうだろうな。真帆はいつも美穂のことを思ってくれてるからな。それに凄まじくカメラ目線だし、サービスショットだ。はあ、次は美穂のかっこよきシーンを紹介するよ。勝ったのは相手が油断したからよ。いえ、実力があります。実力？美穂はマニュアルにとらわれず、臨機応変に事態に対処する力があります。美穂の判断と心を合わせて戦ったチームの勝利です。美穂が活躍してどことなく嬉しそうだね。冷静に褒めるかっこよさ素敵だ。美穂も諦めなかったけど、真帆も最後まで試合を見続けてたね。真帆も美穂が諦めないことを願ってたんだろう。諦めたらそこで試合終了だからな。今、安西先生いないよ。それにしても真帆はお母様に似てるな。目も輪郭も似てるね。あとはおっぱいの大きさも似てる。次は真帆の優しさシーンを紹介するよ。泳いでいく。待ってください、冷静さん。私たちが乗ってきたヘリを使って。急いで。お姉ちゃん優しい。自分が乗ってきた乗り物を貸してあげる度量の大きさ、優しさの塊だ。そうだね。魔法はどうやって帰るんだろう。私が迎えに行くしかないな。迎えに行ってくる。もう間に合わないでしょ。あ、戻ってくるの早くない？自転車しかなかったから戻ってきた。ヘリ買いたい。魔法にお姉ちゃんになってほしい。魔法にお姉ちゃんになってくれないか頼んでくる。次は魔法の可愛いシーンを紹介するよ。美穂、お姉ちゃん、おかえり。いいの？ここはお前の家だ。戻ってくるのに何の遠慮がある？笑顔が可愛すぎるね。魔法からのお帰りは言われたいセリフ1位だな。この微笑みからのお帰りは反則だ。確かに強烈だね。ちなみに霊夢は魔法のファッションセンスはどう思う？え？茶色の靴下？ブーツ？あまり見かけないファッションだね。ふむふむ。この頭白が、魔法のこの田舎っぽさがいいんだ。これがダサ可愛いファッションだ。ダサ可愛いって褒めてるの？もちろんだ。ただ、胸が大きすぎるから服が伸びないか心配だ。最後はスペシャルムービーで行くよ。大洗女子学園、西住真帆。おかえり。これも戦車道よ。おかえり。必ず叩き潰します。おかえり。あなたの戦車道を探せばいい。おかえり。ちょっと待ってろ。必ず叩き潰します。おかえり。おかえり好きすぎでしょ。おかえりって言われたい。まあそうだね。今日も動画見てくれてありがとう。よかったら高評価チャンネル登録お願いします。またね。魔法の服買いにファッションセンター島村行ってくる。